まずはピカチュウマスタートレーナーから先に戦います。相棒のピカチュウでもいいんですよね。まだレベルの育てが未熟なので、負けてもいいんですね。やっぱりでも絶対勝ちたいと思います。まず最初はやっぱり毒毒でいきましょう。これで相手のピカチュウは毒を浴びてました、ね、あ、逆にダブルで毒毒きました。ダブルで毒になりました。ダブルで毒のダメージを受けますね。ダブルで来るとは思わなかったですね。次に穴を掘るでいきましょう。相手のピカチュウは身代わりですね。ピカチュウ毒治ってますね。自分の方は身代わりを使われてるんですよ。なんか身代わりを使ってくるんですよ相手は。叩きつけるを食らいましたね。穴を掘る、もう一回行きましょうか。地面、もう一回地面に潜らせました。あ、叩きつけるを使われそうでしたが、でもピカチュウに当たらなかったですね。ピカチュウ穴を掘る攻撃、マスタートレーナー、ピカチュウマスタートレーナーに勝ちました。お疲れ様でした、ピカチュウ。やっぱり賞金ないんですよね。ピカチュウマスターと認められました。ラッキーマスターのトレーナーと戦います。ラッキーだったら地球投げでもいきますね。毒毒と地球投げを両立させます。毒毒でいきましょう。毒毒で猛毒です。あ、地球投げを使われてきますね。地球に投げられてしまいました。あ、もうすでに毒を浴びてました。でもラッキーは相手は毒のダメージを受けました。地球投げいきましょうか。リフレクター使ってきたので物理攻撃に強くなりましたね。相手は毒のダメージを受けました。もう一回地球投げいきましょう。あ、ダブルで地球投げきましたね。あ、玉組で回復するんですね。毒のダメージを受けました相手は。地球内へ行きましょう。
ダブルで地球投げが来ましたか。相手のラッキーは倒れました。ラッキーマスタートレーナーに勝ちました。ラッキーマスターと認められました。カメックスマスタートレーナーと戦おうと思います。必ず相手が身代わりを使うようですね。毒毒を使おうとしましたが、相手が猫魂を使ったのでひるんで技が出せないようです。相手のカメクサは猛毒浴びたようです。は悪の波動を食らったようです。これで身代わりが現れました。ダブルで身代わり来ましたね。守るでいきましょうか。一回守るを使います。一回守りの体勢に入りましたが、攻撃から身を守りました。相手が悪の波動を使うようです。カメックスマスターです。これで、カメックスマスターと認められましたね。リザードンマスターと戦いたいと思います。相手のリザードンは雷パンチを覚えているため、メガ進化させる方がいいと思います。雷パンチは、メガ進化するとやっぱり電気タイプに強くなるんですね。メガリザードン X の方ですよ。最初あらかじめメガ進化させた方がいいと思います。そして岩なだれを使います。岩は4倍弱点ですので、メガリザードン X にメガ進化させましたので、雷パンチも意外と強いですよ。相手は岩タイプ4倍なのでめちゃ効きますね。相手のリザードン守るを使いましたね。シールドで攻撃から身を守りました。相手はもう一回岩ダデルを使います。竜の波動を使うんですか。メガ進化させると竜の波動覚えてるんでちょっと不利だと思いますね。これでリザードンマスターですね。体力はわずかなところでしたが、リザードンマスターと認められました。続きましてピジョットトレーナーと戦いたいと思います。
続きまして、ピジョットマスターと戦いたいと思います。毒毒を先に使いたいと思いますね。ゴッドバードを使ってくるんですね。で、次のターンは一回守るを使おうと思います。攻撃から身を守りましたね。相手は空を飛んでいきましょうか。毒のダメージを受けました相手は。守るでいきましょう。羽やすりを使うんですか相手は。羽やすりで回復されてもやっぱり毒で倒すことができそうですね。何やすいの毒毒で毒のダメージを受けるようです。空を飛ぶ使おうかなと思います。毒のダメージを受けました相手は。羽休めされてもでも毒が残るんですね。しめしめと思うくらいですよ。羽やすりを体力を削らせたいと思います。羽やすりで回復されてもあとわずかのようですね。相手のピジョットは倒れました。ピジョットマスターですね。これで非常とマスターと認められました。それから不思議マナマスターと戦いたいと思います。頭突きで縛ろうと思いますね。不思議マナじゃ毒毒じゃ倒せないようですね。毒タイプがあるので毒毒では倒せないということです。
IP レシーバーが疲れ果てて混乱しました。相手のシーバーが混乱しています。相手のシーバーなわけも分からず自分を攻撃しました。わけも分からず自分を攻撃しましたね。相手はシーバーがヘドロ爆弾、なんか相手は成長を使ったので相手が攻撃と特攻がぐーんと上がりましたね。やばいです、成長使われました。頭突きでいきましょうか。これで不思議バラバスターですね。不思議バラマスターと認められました。マスタートレーナーを6人倒したのでレッドと戦います。レッド戦だとマスタートレーナーと同じくアイテムが使えない状態ですよね。レッドってファイアレッドリーフグリーンの主人公でサンムーンウルトラサンウルトラムーンにも登場しました。地面タイプの技を使います。超最強ですね。すごい難しいと思います。ピカチュウは地面に潜りました。なんか相手のピカチュウは物理に強くなりました。めっちゃ効いているようですね。空回りをしました。壁が壊れるそうですね。味方のピカチュウに当たりませんでしたね。めっちゃ効いてる。守るを使おうかなと思います。攻撃から身を守りましたね。相手のリフレクターなくなりましたね。不思議バナの毒毒も行きましょうか。地震の方がおすすめしたいと思いますね。めっちゃ効いていますね。アイアンテールを使われそうですね。相手のピカチュウは倒れました。一応ダブルのピカチュウで倒れたつもりですね。自分のピカチュウも倒れたため怪力なので次をリザ飲んでいきましょうか。炎タイプの技を使おうと思いますね。リザードに T ジョットでも良かったんです。フレアドライブしましょうか。飛行タイプなので格闘タイプの技は今一つですね。怪力バカ力覚えています。効果は今一つです。破壊光線を使われそうでしたね。
相手の怪力が破壊コースを覚えていました。怪力破壊光線を使われそうでしたが、ちょっと避けてくれました。羽休めしましょうか、一回。リザードの体力は回復しました。火炎放射使います。リザードと火炎放射、相手の怪力に倒れました。次ラブラスですね。氷タイプなので岩タイプの技を使おうと思います。岩なだれを使います。ちょっと水タイプなのでちょっと弱点ですね。バランス悪そうです。岩タイプの技がめちゃ効いていますね。シギマナで戦ってみましょうか。メガドレイン使いましょう。あ、氷の粒で使うんですか。カメックスでいきましょうか。毒毒で倒したいと考えました。毒毒使おうと思います。あ、メガフォン使ういいですか。ラプラスさん猛毒ありました。ラプラスと毒毒を使おうと思ったんです。カメックスも岩なだれ覚えています。岩なだれがめちゃ効くようです。相手のラプラス倒れました。で次ウェンディですか。一回ミューは引っ込めますね。ピジョットにしましょうか。どうしましょう。次行って上でピジョット。あ、鬼火で火傷させられそうです。ピジョットは火傷を負いました。毒毒使いましょう。ウィンディのホエールがちょっと注意が必要ですね。焼き鳥にされそうでしたね、さっきのピジョットが。アークタイプの技を覚えてるんですね。バカ力をわざましで覚えさせました、さっきミュウに。焼き鳥ピジョットで交代したいと思います。焼き鳥のピジョットで戦います。
挑発使いたいと思いました。挑発されると吠えるは使われなくなりますね。挑発してみたいと思います。しめしめですよ。挑発、ウィリー倒れました。カビゴンの眠るを使われそうなので、カビゴンにはやっぱり挑発を使いますね。眠るを使わせないようにするため一回挑発で封じますね。よし、守る塞がれそうですね。挑発は相手守るを覚えてるようなので、挑発しようとしては守る状態のポケモンに塞がれますよ。逆に守るを挑発したらなんか守るが使えないですね。のしかかってきます相手が。麻痺させされました。眠るがこれで使えなくなりました。リュウは体がしびれて動けないようです。焼き鳥ピジョットが最後です。毒のプラ使えないですね。空を飛ぶを使います。のしかかりピジョットに当たらなかったです。挑発の効果が解けると眠るの使われそうですね。しかも眠るの使うと体力が満タンですので、今のしかかってきました。焼き鳥のピジョットは焼き鳥ダメージを受けました。あと2しかないですよ、体力が。ピジョットは空を高く飛び上がりましたね。負けても賞金は支払わないんですね。次こそレッドに勝ってほしいと応援してくれる方はグッドボタンを押してくれると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。